県鎌倉郡の範囲。鎌倉郡は神奈川県にあった郡。郡に所属する町村の数には時代によって変動が見られるが、近代以前はおおむね80か村程度所属し、郡口は2万石強程度だったようである。廃藩置県以降、次第に周辺の市、町に吸収合併され、郡域は縮小した。そして1948年6月1日に大船町が鎌倉市に編入されたことによって所属する町村がなくなり消滅した。地理的には境川以東の柏川流域が主な郡域であった。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域に相当する。上記のほか、古くは逗子市全域、葉山町北部、横浜市金沢区の一部も含まれていた。これらは後年、逗子市、葉山町にあたる地域が、相模国民浦郡に、横浜市金沢区にあたる地域が、武蔵区に倉木郡に編入された。行政区画として発足した当時に隣接していた、郡は以下の通り。古事記によれば、大和武命の子、足利別王は、鎌倉の別の隣とある。郡下は鎌倉郷鎌倉座と現在の鎌倉市御成町一帯に存在した今、工事西遺跡と推定されている。郷、編集、源順、和名類受賞によると、平安時代中期に鎌倉郡にあった里は以下の通り。式内社、編集、延喜式神明帳に記される郡内の式内社。テンプレート、相模国鎌倉郡の式内社一覧号北条氏は、文国相模を西郡、中郡、東郡とし、古代以来の三浦郡と合わせて統治した。相模川以東の高座郡と鎌倉郡は東郡と呼ばれた。近世諸島まで用いられたようである。江戸時代、徳川光圀が表した新編鎌倉史には谷七号が記載されている。谷七号の号名と相当する現在の地名は以下の通り。1、戸塚町2、中川村3、川上村4、長野村5、豊田村6、本郷村7、小坂村8、玉縄村9、西鎌倉村10、東鎌倉村11、腰越村12、川口村13、深沢村14、村岡村15、長尾村16、又野村17、富士見村18、中綿村19、瀬谷村20、藤沢大府町自治体の変遷歴代郡長、神奈川県市別編一人物による。旧鎌倉郡域内で栽培、収穫されたものや、生産、加工等された製品を、鎌倉や鎌倉が湘南地域にも属することから、湘南と呼ばれることがある。ありがとうございます。